柳タイムズ、日本ハム時代の13年12月からドジャースの大谷翔平投手、29を本格取材し、TBS 系情報番組、昼帯び、午後すま、などに随時出演する本 CMLB 担当、柳原直行記者、38の連載コラム、柳タイムズ、土軍首脳陣の、調整一人、に見えたリスクに迫る。 朝に配布された練習メニュー、大谷は16日、日本時間17日に続き、ライブ BT、実戦形式の打撃練習のメンバーに名を連ねていた。ところが、デーブ・ロバーツ監督は練習前に、昌平がライブ BT に参加するのか、フリー打撃にするのかはわからない、と明かした。さらに、どちらを選択しても問題ない、と続けた。つまり、 調整は大矢に一任されている。16日はフリー打撃を行ったが、この日はどちらも行わず、アップに参加後は屋内調整に専念した。指揮官によれば、大矢は22日、同23日のオープン戦初戦パドレス戦からの数試合は欠場し、週明けから出場し始める見通しだという。彼は誰よりも自分の体をよく知っている。我々は学んでいるところ、 出場する準備ができたと感じたら、プレイするだろう、と付け加えた。この、調整一人、はデジャビューだ。エンゼルス時代の21年春季キャンプ、当時のジョー・マドン監督と大矢が話し合い、シーズンの出場可否は大矢の意向が尊重される形になった。それ以降、大谷が、大丈夫、といえば、出場できる環境だった。結果、二刀流は覚醒した。一方、 23年は夏場に度重なる、経攣など複数の兆候があったにもかかわらず、出場を続けた。肉体は限界を迎え、回復力は落ち、右肘じん帯損傷、手術となった結末と無関係だったとは言えないだろう。育成段階だった日本ハム時代、当時の栗山秀樹監督の徹底した管理が、今の礎を築いたのは疑うまでもない。 選手にとって自ら欠場する決断を下すのは何よりも難しいことの一つだ。今後を考えれば、ロバーツ監督には、昌平に関しては我々が全て管理している、くらいは言い切って欲しかった。時に制止することも首脳陣の責任、一人ではあっても、放任、では不幸な悲劇を招きかねない。